ワイナート連邦共和国というところです。スターフェリーですね、香港島から、キョロン半島へ向けて約、ね、5分ぐらいの航海なんですけども、私の右手周り見えてるのがちょうどセントラルからワンチャイという、まあ、金融街ですね、とかこの前香港でデモのあった、まあ、政治の中心地がその近辺です。で向かい側が、クーロン半島ですね。で、まあ、この海渡るだけなので5分ぐらいで着くんですけども、夜はですね、まあ、比較的こう周りの主だったビルは、まあ、イルミネーション目的といいますか、そんな感じで、ライトアップされます。でこれはローデッキで1階はですね2ドル20セントで安いんですけども、オープンデッキです。でこれダブルデッキになってまして、2階部分もありまして、2階はですね、船室になってまして、エアコンがついてます。で3ドル、10セント、まあ、ほとんど運賃は変わらないんですけども、オープンデッキで写真を撮りたい方は下の方がいいと思います。まあ5分足らずですけど、快適にエアコンで過ごしたいんだれば、3ドル10セントのアッパーデッキの方がいいと思います。とか言ってる間に着きました。はい、こんな感じで、この香港島と、クーロン半島はだいたい2だったかな、3つほど航路があるんですけども、まあ、これが一番交通の便もいいですし、観光客にも人気の航路です。あと2つの航路はどちらかというと地元の人が使う、もので、交通の便もそれほど良、くないので、私前回乗りましたけども、私はもう一つの方が、もう一つの場所忘れましたけど、航路の方が、結構長くて好きでした。まあ長いだけちょっと運賃長いんですけどね、そっちの方が良かったです。ペニンシュラホテルとかね、この辺じゃなかったかな、はい、あんまり高いホテルには泊まったことがないのでわからないんですけども、直近マンションしか泊まったことがないのでわかんないんですけども、高級ホテルもこの辺の、ベイエリアに、固まってます。でここ降りるとバスターミナルがありまして、そこからこうバスターミナルから各地行くんですが、徒歩でチョンキンマンションまで行こうと思えば行けないことはないですが、暑いのでちょっとバスに乗った方がいいかなと思いますが、バスはですね、ここは始発なので運賃は終点まで払わなくちゃいけないんで、バス停自体は2つ分ぐらいしか乗らないんですけど、結構高い2つのこうバス停にしては高い運賃を払わなくちゃいけないので、まあまあそこだけ注意すればいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、サムチャンスイのピアに着きましたので終わります。今日もご覧いただきましてありがとうございました。